小室夫妻がニューヨークに行って2ヶ月が経ちましたが、やはり報道規制されているところもあって、たまにデイリーメールが報道するぐらいであまり報道されませんね。ちなみにニューヨークはようやくコロナの感染拡大も収まる方向に来ているようで、先週よりも半減したようですね。ただワクチン接種やマスクの着用とか対策の徹底を呼びかけているようです。ちなみに感染者が半減といっても、1日の感染者が9万人から5万人ほどに半減だから、日本とは比べ物にならないぐらい感染者が多いようですね。そんな感染が広がっている中で、小室圭は仕事出勤の様子が報じられた時にはマスクをしていなかったですけどね。まあニューヨークは逆に感染をして集団免疫をつけようって感じですからね。コロナに感染をしていても重症じゃなければ出勤をしてくださいって呼びかけているようで、それは感染拡大しますよね。まあオミクロンも重症患者が少ないから、経済を回しながら対策をしているわけですね。どの国の考え方が正しいのかわかりませんが、国によってコロナの対策もいろいろとやり方が違うということがわかりますね。ちなみに考え方が国によっていろいろと違うと言いましたが、大麻の件に関してはチャンネルによって考え方がいろいろと違うのもわかりますが、このチャンネルの考え方が否定されまくっていましたね。そこで大麻の件について改めてこのチャンネルの見解を述べたいと思います。ちなみに篠原丈一郎さんからも取引疑惑ってサムネがあったからまた批判されるのかなと思ったら、そこまで批判されなかったですね。むしろ大麻を入れられたんだとしたらはめられたのではないかと語っていましたね。あまりその可能性については考えてなかったんですが、考えてみると確かにあり得ますね。デイリーメールが撮影をしているわけだから、ネタを作るためにそういった仕込みをやった可能性はゼロではないかもしれませんね。ちなみにこのチャンネルの大麻取引疑惑について誤った情報がなぜか間違いのない事実であるかのように取り上げられて、言われのない物語となって広がっていくことに恐怖を感じるような批判をされている動画をざっくりと見ました。そこでまずその批判内容について私の見解を述べてみようと思います。まず女性が眞子さんに近づいてきて袖を直しているだけだという見解ですが、これはそうかもしれませんね。確かにたまたま眞子さんの横に近づいた時にポケットから手を出して袖を直しただけかもしれませんが、左手から何かを右手で取り出して眞子さんの紙袋に入れたようにも私は見えました。これはいろんな意見があっていいと思いますが、私は何かを入れたように見えました。もちろん大麻ではないかもしれませんが、何かを入れたように見えました。篠原丈一郎さんのネタを作るために仕込まれたとしたら、盗聴器の可能性もあるかもしれませんね。さらにお金を払って取引をしているようには見えないということですが、これはお金は払ってないですね。もし仮に大麻を取引するとしても、眞子さんがその場でお金を払って購入するとは思えません。つまり事前に誰かが払って受け取る場所と時間だけを伝えられて受け取ったのではないかと私は考えます。まあこれはあくまで私の見解なので、他のチャンネルの意見を批判するわけではないです。それとあの場所は麻薬取引するには人通りが多すぎてありえないということですが、逆にそういう場所だからこそあり得るのかなというのが私の見解です。どういうことかというと、通常大麻の取引が行われるような人通りが少ない怪しい場所で眞子さんがお金を払って取引をするのは危険だと思うんです。それよりも人通りが多いところで紙袋に入れてもらう方がリスクが少ないと感じました。その場合仮に大麻で捕まったとしても勝手に紙袋に入れられたという言い訳もできます。これが私の考えです。それでクラクションは良くなる場所だから合図ではないということですが、これはそうかもしれませんね。たまたまクラクションが合図のようにたまたま動き出したのかもしれません。この意見は素直に受け入れます。これでおそらく大麻に関するこのチャンネルの動画を批判する内容の全てだと思いますが、他にも何かあればコメントしてくれると助かります。そしてさらにこの動画が大麻を受け取っている瞬間の動画ではないかと疑った理由としては、あの動画の最後が大麻取引をしているのではないかという瞬間で動画がフェードアウトして終わっていましたよね。私はあれも何かを受け取ったからではないかと考えています。もしあの動画を眞子さんが見ているとしたらどうでしょう。もし大麻取引をしているんだったら、あの動画の後もおそらく撮影されているなと思うでしょうね。もしかしたらあの動画の後では紙袋にちゃんとブツを入れてくれたかなと確認しているかもしれませんね。デイリーメールは眞子さんだけをビビらすためにあそこで動画を終わらせたのではないでしょうか。文春とかでも第1弾とか第2弾ってありますよね。もしかするとあの後も動画撮影してるけどもお金で買い取ってくれませんかとか持ちかけている可能性もゼロではないのではないでしょうか。少なくともあの動画は偽造でも何でもなくて、実際にデイリーメールが撮影をした動画ですよね。もしかするとマコさんはあの動画ですごくビビって出てこれなくなってるのかもしれませんね。あと他のチャンネルに言いたいのは、あまりありえないとか捏造情報に注意とか、このチャンネルを責めるのはやめてもらいたいです。弱小チャンネルで独自に調査とかもやったりしていて、間違うことはあるかもしれませんが結構頑張って調べたんですよね。シナリオをパクるようなチャンネルは批判してもいいと思うけども、
公式チャンネル同士で仲良くしましょう。ありえないとか言うけども、秋篠宮家や小室家はこれまでありえないことがなかったと言い切れますか？まずこの皇室系のチャンネルをやるきっかけが、小室圭さんの父親が自殺をしたことで衝撃で眞子さん逃げてという動画をアップしたんですよね。それから小室圭の父親の次は祖父も1週間後に自殺をしたんですよね。さらに1年後には祖母も自殺をしたんですよね。十分にありえないことが起こったから小室圭の情報をアップし出したんですよね。そして金銭トラブルについても、元婚約者は何も悪くないのにテレビでは完全に悪者扱いにされたりとか、かわいそうだからいろいろと動画をアップしていたら、金銭問題無視して結婚して眞子さんが私がお願いしましたですからね。これってありえない対応だと思うんですよね。小室夫妻ってありえないことの連続だから動画のネタが尽きることがないんですよね。それなのに大麻取引がありえないって言われても、ありえないことがこれまで起きていたことを皇室の話題を当てるチャンネルだったら分かってくれるでしょと言いたいんですよね。別に自分の意見を言う分には構わないけども、なんかこのチャンネルを全否定するような動画だけはアップしてほしくないです。ありえなくないから動画をアップしてるんです。秋篠様が大麻パーティーに行ったことも実際に週刊誌で昔報道されていたみたいだし、そこから繋がってるんですよね。それはあんなやばい情報を受け入れたくないのはわかるけども、あの動画は少なくとも捏造動画ではなくてデイリーメールが出した動画です。再生数を稼ぎたいから嘘を言ってるのではなくて感じたことを言ってるだけです。まあ信じるか信じないかはあなた次第って、タイトルを都市伝説にした方が良かったかもしれませんね。動画も2パターン以上あって、アクセスを稼ぐだけが目的で、シナリオライターも外注で雇ったりとかしている捏造チャンネルは誰も相手にしてないみたいだから、相手にされるだけこのチャンネルもマシなのかもしれませんね。動画作成とかシナリオ作成って実は結構時間がかかるから、2動画以上アップしているチャンネルってシナリオを書いたりナレーションをしたり動画編集をしたり、2人以上の体制でチャンネル運営しないとできないんですよね。ちなみにこのチャンネルは1人で運営していますけどね、1日に2動画とかネタ上がっても編集が間に合わないから、なかなか2動画アップするのは難しいんですよね。まあ編集なしのライブ配信とかだったら可能ですが、8分以上の動画を1日3動画以上アップしているチャンネルはほぼ間違いなく2人以上の体制で動画を作ってるでしょうね。とりあえず大麻に関する取引疑惑のこのチャンネルの見解はこんな感じです。それにしても小室圭はこれからどうするんでしょうね。さすがにウィスコンシンというのは眞子さんが行きたくないだろうし、別居というのも考えにくいから、おそらくニューヨークで仕事を続けられるように考えてるんでしょうね。なぜかニューヨークの総領事も東京大学法学部の人が入ってきたから、入れ替えで山内さんが気にするのかと思ったら、まだどこも異動になってないんですよね。だからニューヨーク総領事が二人体制になるんだと思います。なんかいろいろとおかしいですよね。コロナで日本人の受け入れも減少しているだろうし、一人体制で十分いけるはずなんですよね。日本も外国人が多かった場所はかなりガランとしていますよね。だからニューヨークを訪れる日本人も減少しているはずなんですよね。それなのに二人体制って、なんかやはり眞子さんと小室圭を支援をするために二人体制になったとしか考えられないですよね。いつまでこんなありえない忖度が行われ続けるんでしょうね。小室夫妻にありえない対応が多すぎだし、そもそも一番ありえないのは殺人の疑惑がある家庭と皇族を結婚させたことなんですよね。もうそこからはありえないことの連続で、今のネットの時代では隠せなくなってきているから、いずれ誰かが逮捕されたりとか闇が明らかになっていくと思います。あなたは誰が先に逮捕されると思いますか？皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えておこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。